今のブローニャちゃんの姿。来られた。あとは。まずい。どうしたの？委員長の気配が消えた。月の律者は？彼女の痕跡もないよ。ブローニャたちは一歩遅かったんですね。ケビンが委員長に何かをするはずがないと思いますが。行きましょう、ケビンに会いに。ごきげんよう。勇敢な少女はどんな時でも素敵よね。あなたは？あなたたちの心の中にはいろいろな疑問があるはずよ。私はその疑問に答えるためにここにいるの。私はあなたたちの疑問に一つずつ答えるわ。心配しないで。我が孫子は邪魔したりしないから。みんなの力になりたいの。だから、その前に、ここでしばらく休みましょう。おかしい。この人は。やっと会えたわね。私の考えが正しければ、あなたが成婚計画を推し進めた張本人。ウサギよね。あら、以前の初対面は慌ただしかったのに、まさか私のことを覚えてくれてるなんて嬉しいわ。でもメイがすでに私のことを知ってるなら、用意した自己紹介も簡単なものに切り替えるしかなさそうね。その通りよ。私のヨルムンガンドでの幹部ネームはウサギ。担当するプロジェクトは成婚計画。そして名前はミステル。ミステル・シャニアテ。シャニアテ？ええ。でも私は人間ではなく、シャニアテの成婚の一種の結晶なの。
聖魂の結晶とは何か、あなたたちもよく分かってないようね。でも焦らないで。遠路はるばるここに来たのに、まだこの終焉のクレーターの景色を見てないんでしょ？歩きながら話しましょうか。それは、ところであなたたちはあの負荷の安否が気になっているのよね。安心して、孫子は彼女の戦闘能力を奪ったけど、それは一時的なものよ。傷つけたいと思ってるわけじゃないの。孫子の話をする前は何について話していたかしら。あなたがシャニアテの聖魂の一種の結晶という話をしていました。あ、そうだったわね。ありがとう、ブローニャ。とにかく、まずは私の正体から話しましょう。結晶っていう言葉は比喩じゃない。私は人間ではなく、聖魂計画がこの世界にもたらした新しい生き物なの。古い言葉を借りると、私のような存在をイデアと呼んでもいいと思うわ。皆さんも迷宮の中で見た目が私に似てる敵と遭遇したでしょ。彼らはイデアの種、一時的に不完全状態にとどまってる人工生命体なの。まだイデアに慣れていない彼らは、部外者を拒絶する本能に影響されやすい。だから迷宮にいたあなたたちを敵とみなして攻撃してきたのよ。何しろ聖魂計画はまだ実行中、聖魂自身も適応している最中なの。言うのは簡単ね。でもそんな風に解釈するなら、いわゆる聖魂計画とは、あなたのような人類と聖魂の間にある存在を作るものなのかしら。ええ、確かにそういうことになるわ。さすがメイね。でも聖魂計画の産物である私たちはあくまで手段で、結果じゃないの。私たちは人類と同じように文明の一つのベクターに過ぎないわ。でもこの言い方だと少し抽象的すぎるわね。ここは実例を挙げて説明しましょう。
成婚計画が完全に成就する前に人類にはそれを阻止し、より良いプランを見つけるチャンスがある。その考えは実にバカバカしい。まるで平面しか知らないアリにポアンカレ予想を教えるようなものだ。ポアンカレとは、私をこの世界に連れてきた人にそんな知識はない。それに人類から受け継いだ知識と知恵を持ちながら、なぜ己とアリを比較する？人類はどんな相手にも勝てない。私たちも同じだ。それが彼らが教えてくれた唯一のこと。君が受け継いだ理念は悲しい経験をしたようだ。大丈夫。こうして会話できるのは、決まった軌道と運命から人類が逃げられるという証。我々成婚計画が完全に成就する前に人類にはそれを阻止し、より良いプランを見つけるチャンスがある。この人たちは精神世界の中で会話してるの？会話というか、繰り返し現れるというか。そうね。何はともあれ、彼らはただのイデアの種で、本質的に新たな思想を作れない。まるで、この例はまた後にしましょう。話を途中でやめる人は嫌いです私だってうっかり情報を漏らしたり、鎌をかけられたりするのは嫌よ。じゃあ正々堂々と教えてくれる？これらの声はどこから集められたの？あら、今までほとんど会ったことがなかったけど、やっぱりヨルムンガンドの一員だったメイの方が理解が早いわね。簡単に言うと、これらの声は人類の夢から来てるの。そう、すでに成婚計画に吸い込まれた人たちのことよ。興味を持ってくれてるようだし、もう少し見せてあげるわね。人類はいずれ滅亡する。私たちが見届けたもののように。融合戦士、神の鍵、全てのもがきは所詮群衆の棺の蓋が閉じる前に花を添えるに過ぎない。だが文明は死なない。孫子のお言葉のように、それこそが成婚計画が始まった時の初始だ。数万人の命を奪ったロンドンの大火を知っているか？それは私がその犯人から受け継いだ最後の記憶だ。頼む、その記憶を消してくれ。その苦しみは理解できるよ。むしろ私がここに現れた理由はそれだ。成婚計画を受け入れて、私と共に己の罪と向き合おう。己の血と涙を注がなければ魂の傷は癒せない。これは偽善ではない。己の魂が安らかに眠れるように言っているんだ。嫌な感じがする。でも
話題に上っていた大火ですが、数百年前のロンドンで実際にそういう火災が起こってた気がします。そうね、成婚計画が補足できる文明の情報は現在だけじゃないの。あらゆる歴史と文化、人類が作り出した文明であれば成婚の養分になりうる。あなたたちのよく知ってる別のものと似てるでしょ。彼女は断りの律者に対して言葉にできないような感情を抱いている気がします。あなたたちは人類の意識の残片を多く集めているのよね。でも最初から不可解なことが一つある。どうしてこんな成婚計画が終焉への対抗手段になるの？誤解してるわよ、メイ。厳密に言うと成婚計画は終焉への対抗手段じゃないのよ。終焉を抱きしめ越えられるというゴールにたどり着ける、それが成婚計画なの。抱きしめる。あら、メイはこの言い方を知ってるようね。ところで、崩壊と戦う戦士である皆さんはきっと終焉がどこから来たのかが気になっているんでしょ。我が孫主にも彼なりの交流の仕方があるんでしょうけど、あらかじめ何かを知っておくのも悪いことじゃないわ。それってヨルムンガンドは終焉の律者の素性を知ってるの？もちろんよ。だって私たちはあの火を追う蛾の後継者だもの。ただこの話をするなら場所を変えないとね。ついてこられるかしら？この時間と世代の入れ替わりを経験し、集団的思想が形成され剥離できなくなってしまったのか？ああ、文明が集団を形成すると個体の境が曖昧になる。集団的な思想が脳となり、集団的な意志が手足になるからな。だが数千万人の歴史と記憶は新たな思想を育む。人類とは実に奇妙な生き物だ。驚く必要はない。それが完全なイデア、完全な私たち、進化の頂点であり新しい生命である。
人類の知識は一種の死に過ぎない。彼らの思考は永遠に一つの時間に属する。彼らが本当にしたいことは永遠にできない。しかし私たちも人類の歌だよ。自分を作ったものを軽蔑してはならない。己の源を忘れてはならないのだ。言語の中で一種の本質の必然性に対応するのは一つのルールだけだ。つまり人類は言語でしか思考や交流ができない。それが彼らの弱点だ。私たちに何か違いはあるのか。生まれてくる前の私たちだって人類の言語、人類の概念ではないのか。何の話をしている？一つのプログラムとそれを構築する0と1に似ているところがあるというのか。誰がここで論点を提出しても議論する相手はいない。なぜなら全員がその論点に同意するからだ。でたらめはよせ。誰が同意したというんだ。我々は一つの総体ではない。妄想はよしてくれ。構わない。私たちはある目的のために思い出を採集しているだけ。それに君は別に彼と論議しているわけではない。君はただ自分の考えを述べているだけだ。もういい。何なんだ。人類のやり方に学習する価値はない。我々は彼らの経験を手にすればいい。鳥が綺麗だとしても朝に自分が泣き出す必要はないだろう。終焉のクレーターへようこそ。最初からここで待ってたらこんなセリフであなたたちを歓迎できたのかしら。ここはかつての文明たちが己の運命のため必死に戦ったステージ。
何度も繰り返された人類の失敗、輪廻、異なる無数の意志が大して変わらない運命を作り、最終的にここで静止する。キアナ・カスラナ、ブローニャ・在地区、ライデン・メイ、律者であるあなたたちは輪廻に入れない。なんて幸運で悲しいことでしょう。輪廻？ええ、世界は破滅と神聖を繰り返してる。あなたたちだって何かしらの情報を掴んでいるでしょ。5万年前に誰かさんが運命の糸を切っていなかったら、こういう輪廻はまだまだ地球で発生し続けてたでしょうね。でも糸が切れたとしても、人類が崩壊と共存できない限り、虚数のエネルギーは終焉の繭に注入され続け、新たな終焉の律者が生まれてくる。それなら、その終焉の繭とやらを壊せば。ギョルムンガンドもそうしたかったのよ。でもそれはできないわ、キアナ。だって終焉の繭を見たければ、あなた自身も終焉の力を持たないといけない。特にキアナ、あなたにとってはあなた自身が終焉の律者になることを意味するのよ。でもありえないでしょ。終焉についての話をしてるのに死の話をしてるみたいね。どんな人も死後の世界から戻ってくることはできない。死という体験について語れる人はいないのよ。そういった比喩を使うなら、ヨルムンガンドは死を再定義しようとしているの。でも本当のことを言うと、今の死に関する話は所詮独りよがりの傲慢に過ぎないわ。確かに私は夢と現実の境を行き来できる。でも時間と空間を乗り越えてあらゆる真実を見届ける能力はないの。まるで月で普通の岩となった終焉の残骸のように、孫子やあなたたちが背負うものによって二度と目覚めなくなる。私が広い星魂空間から抜け出し、この瞬間にここに現れることができたのも、ある先輩が道を作ってくれたおかげなの。先輩？ええ、先輩、一人の極悪非道な先輩よ。ブローニャが気になるのは別のことです。ケビンやブローニャたちの背負うものによって、あの巨大な終焉が目覚めなくなるとはどういう意味ですか。
皆さんが海の中の怒りだとするなら、孫主が背負う成婚計画はこの広い空を意味するの。あなたたちは地に足がつくけど、成婚はつかみどころがない。だけど最終的に解決しなければならない問題は一致してる。あ、今の話し方は比喩的すぎたかしら。別の角度から問題を考えても構わないわ。ヨルムンガンドの目的はイデアの誕生を促すことじゃない。それはあくまで終焉を乗り越えるための命の形、人類が作った文明を背負うためのね。それってそもそも普通の人たちが終焉を乗り越える方法をヨルムンガンドが見つけられていないってこと？そう理解しても構わないわ。だってそれができるなら、この荒れ果てた月に集まってそれぞれの正義のために殺し合う必要もないでしょ。人類を覆して生活を破滅させるって角度から考えたら、あんたたちは終焉の律者と何の違いもないと思うけど。そうね、それが立場の違いによる差なのよ。文明とは何か？時代の入れ替わり、世代の伝承、異なる顔と似ている物語が入れ替わって意味がよくつかめない抽象的な意識と概念になっていく。最終的には顔が曖昧になり、物語が消え、あのイデアの種たちのようにはっきりとした個性のない簡略化した存在になる。そしてあなたたちとヨルムンガンドの論争は、そういう存在を文明の象徴にするか、それとも文明の本質にするかということにある。ブローニャたちはただ普通の生活を取り戻したいだけです。でも子供時代はいずれ終わる。そして大人は世界のために責任を果たさなければならない。同じ言い方で表現するなら、成婚計画は本当に最悪な責任の取り方だね。だけどその分公平なのよ。こんな話は聞いたことがあるかしら。自由と公平、人々はそのどちらかしか選べない。自由と公平は絶対的なものではありません。人々が成婚計画を受け入れられないのはそれが絶対だからです。それは一つの技術的な問題なのよ、ブローニャ。なぜなら絶対には最強の操作性があるから。例えば成婚計画は、その人が悪人でもその行為が悪行でも簡単には相手を文明の範疇から外さない。成婚は人類の歴史によって作られたあらゆる理念を記録する。その価値を問わずにね。そしてその上で
人類の文明が良いものなら、聖魂計画がもたらす変化もきっと良いものになるわ。たとえその時その良さを感じ取れる人が誰もいなくても。そんなことはないわ。律者だった人間もデュランダルやリス将たちも、もちろん私も含めて。みんな新しい世界で自分たちの生活を続けられるのよ。今はただ聖魂計画が地球に変化をもたらすのを静かに待つだけ。でもそうね、唯一の違いを挙げるとしたら、新生した世界の赤ん坊は人類の子供のように長い学習と成長を経験しないと一人前になれないわけじゃない。聖魂を通して彼らは生まれた瞬間に世界ですでに知覚されているあらゆるものを感知できる。あなたたちの言う理念、認知、意志のようなものをね。私の知ってる限りでは、それは多くの人たちが一生をかけて追い求める宝物のはずよ。人の成長は一瞬で成し遂げられるようなものじゃない。もちろん。でもそれは人類にとってはでしょ。聖魂をソースコードにした命は最初から人類の肩の上に立つ。そこから未知に向かうだけなの。それがいわゆる文明の子供時代を終わらせるってことなのよ。皆さん、私の自己紹介を忘れないで。私は人間ではない。聖魂計画がこの世界にもたらした新たな生き物なの。私にとって生体で朴訥としたイデアの種は始祖鳥やアウストラロピテクスと大して違わないわ。さて、私に関する話はもうたくさんしたわね。あなたたちの本意とも結構それたような気がするわ。あなたたちが物語自体ではなく人類の物語を守ろうとしていることを私はもう十分に理解している。それは私の存在のあり方とは大きい違いがあるけれど、あなたたちがどんな果実を手にするか本当に楽しみよ。例えば超えること自体を超えるとかね。それって別に深い意味はないわよ。あなたたちは聖魂計画の主戦場で最高の戦果を見せてくれる。私はそう信じてるわ。聖魂計画の主戦場。もちろん、あらゆる秘密の回答はこの塔に死んだ月ではなく、あそこにあるの。人類が聖魂計画に束縛されてほしくないなら、あそこに向かうといいわ。
あなたたちに必要なチャンスをつかめるならね。どうして私たちにそれを教えたの？あなたの立場からは考えられないんだけど。立場？あら、何か誤解してるようね。私がヨルムンガンドの成婚計画に協力したのは、少しバカバカしい取引があったからよ。どうやらあなたの物語も少なくないようですね。厳密に言うと、それは今の私のものじゃないの。とにかく、あなたたちの物語と比べると、そういう昔話には何の意味もない。メイ先輩、ブロニャ、どう思う？ボロは出してませんね。本当に役に立ちそうな情報もありません。確かに彼女の話に驚きはしたけど、実用的な価値はそんなにないわね。じゃあ残された疑問は一つだけかな。彼女は一体何を考えてブローニャたちにこんな話をしたのでしょう。やっぱりあなたたちの信頼を得るのはとても難しいみたい。そうよね。人類の立場的には私の行為、そしてそれによって起こったことを考えると、私は許されるべきじゃない。どれだけ説明しても、それがもたらすメリットは確かに人類自身とはそんなに関係がない。理解してくれたならそれでいいけど。遠い昔にある人がこう教えてくれたの。心から相手のことを考えたなら、たとえ相手にとって良くない選択をしたとしても、いつか分かってもらえる日が来るって。こんな状況を作ってしまったのは、おそらく私がまだ人類のことを十分に理解していないからでしょうね。あなたたちをもっと助けたら、私たちの間にある信頼はより鮮明になるのかしら。わかってるの。あなたたちは孫子と直接話がしたい。彼もあなたたちを待ってる。だけど、交流したとしても、今の状況だと、収穫は難しいでしょう。それはどういう？
どうしても彼に会いたくて、どうしても自ら窮地に陥るなら、その前に聖魂計画による束縛を解いてあげましょう。メイ姉さん、精神の枷が完全に消えた。つまりブローニャも。どういうことでしょう。リツシャコアがブローニャを拒んでいる。少なくともメイ姉さんの身にブローニャと同じようなことは起きていないようです。ブローニャちゃん大丈夫なの？ごめんなさい、今の状況を見る限りこれ以上は助けられないみたい。これは一体？あなたたちを束縛してた精神の枷を解いたわ。本来なら月に来る前の状態に戻るはずだけど、現実はそうじゃなかったみたいね。おそらく。問題の出どころはこの力の源にあるんだと思うわ。確かに彼女の言う通り、リツシャコアの拒絶を感じます。でも、今までこんな状況はなかったのに。一体どういうことでしょう。気のせいじゃないはず。きっとまだ、ブローニャたちに内緒にしていることがあります。ブローニャ。大丈夫、ブローニャは平気です。むしろ、キアナ、メイ姉さん、二人は準備できましたか？もちろん。私が言うべきセリフじゃないかもしれないけど、今の状態でヨルムンガンドの孫子と向き合ってもあなたたちに賞賛はない。休養を選ぶなら私があなたたちに適した空間を作るわ。きっと孫子もあなたたちを待ってくれるでしょう。聖魂計画が地球を完全に変化させない限り。それでもあなたたちは今の状態で彼と会話をするつもり？あんたの言ったように、私たちはできるだけ早く地球に戻らないといけない。それにここで休んだって
私たちとケビンの実力の差は変わらない。むしろより舐められるかもしれないわね。そういうことです。なるほど、わかったわ。ならこのまま前に進みなさい。彼はそう離れてはいない下方にいるはずよ。孫主が提供する情報があなたたちの役に立てることを祈ってるわ。終わったのか？ええ、終わりました。わかった。私が何をしたのか気にならないのですか？私があなたに会いに来た時は少し驚いた表情を見せたのに。成婚計画に対するドリームキャッチのサポートはここまでだと注意したはずです。あなたは一度も心配したことがないんですか？その必要はない。ええ、その必要はないし、全てはトローなのでしょう。しかし人類にとってそのトローにはそれぞれ特殊な意味がある。そうですよね。でなければさっきのあなたの行動は何のためにあるんです？それは一つの会話に過ぎない。彼女たちが来る。別のことを先にはっきりさせよう。フカはここにはいない。フカ？彼女はこの世界にわずかに残った僕の戦友で尊敬できる相手だ。しかし成婚計画はそういうものを必要としない。だから僕のやり方でしばらく休んでもらっている。
それってあなたが以前北アフリカでしたことをもう一度行ったってことよね。とにかく彼女が無事ならそれでいい。疑う必要はない。それより彼女がそうしたように君たちが戦いたいというのなら僕はその要求を断らない。ケビン、私はあの歴史の全てを知っているし、あなたがそうしなければならない理由も分かってる。だからこれは決闘じゃなくて会話よ。質問しても構わない。ではまずはブローニャから質問します。どんな代価を支払っても人類は必ず崩壊に打ち勝つ。その代価には人類自身も含まれているんですか？君は何かを間違えている。断りの律者。人類は消滅しない。たとえ今の人類が存在しなくなったとしても文明は伝承されていく。それは恐竜が鳥類に進化したことと何の違いもない。たとえそれが今の人類を絶滅させることになったとしても。どんな生き物も絶滅と停滞、どちらか一方しか選べない。人類も例外ではない。ライデン・メイ、君なら分かっているはずだ。この世には二者を両立させるプランなどない。もちろん知ってるわ。あなたたちは様々な代価を支払うことでようやくこの最悪の計画を得られたのよね。だけどケビン、この時代の私たちには何もかもが終わる前にもっといい答えを探す理由がある。キアナちゃん、ブローニャちゃん、院長や私自身のことじゃない。この世界で今を生きてる人たちのことよ。かつての火を追う側、多数決の組織だった。しかしその結末は君が見た通りだった。それはあんたが勝手に人類の運命を決める理由にはならないよ。だが終焉が人類の運命を決めるときは理由すら必要としないんだ。そこまで言うなら
ケビン、最も疑問に思ってることが一つあるの。終焉って一体何なのかしら。ある日、それは空から落ちてきた。地上の人々は仰ぎ見、星空を目にする。互いのことをよく理解し合っていない文明同士は敵対しやすいという説がある。しかし先入観を除いて考えると、偶然出会った人々の間にはもともとそういう矛盾が生まれやすい。その自滅する傾向が知恵の原罪と言えるなら。孤独を恐れ同類を渇望する感情も、宇宙というスケールで測れば普遍的なことだろう。だから星空の奥にこういう存在がいるかもしれないって想像してみて。彼らは私たちと同じように星に根を張り生きている。でも人類と違って彼らはより一歩進み、星と完全に一体化している。彼らの意志は大地の隅々に行き渡り、永遠に長く続いていく。互いの心には何の隔たりもない。仮にそういう文明が本当に存在するとしたら、彼らは何を願うと思う？少なくとも私から見れば、彼らはきっととてもとても同類を抱きしめたいと思ってるでしょうね。ああ、それが僕たちの時代が得た最終的な結論だ。終焉は地球のものではない。それは運命を操る機関で、何度も何度も人類の文明を輪廻させるんだ。その製造者が同類を持つために。つまりそれが成功計画が必ず成功する理由なの。ああ、
成婚計画は終焉の弱点に切り込み、拒絶できない方法でそれを支配する。それならブローニャはますます理解できません。本当にそれが崩壊に打ち勝つことになると思っているんですか？いや、もちろん違う。代価を支払って崩壊に勝つことこそが人類の課題だ。無論僕も人類だ、疑う余地はない。だからこそ期待しているんだ、君たちが全てを超えることを。私は地上の草木と大して変わらない。これは哀楽も疲れも知らない。全ては万物を輪廻させることで文明を再構築するためだ。まるで誰もが向き合う死のように、文明の頭上の高い位置にとどまり、僕たちのことを嘲笑う価値すらないと思っている。かつての僕はもう一人の挑戦者にこう言った。宇宙ではどんな知恵も存在のあり方の制限を受ける。それは意志で克服できるような障害ではない。そして成婚計画を前にした君たちが挑戦するべき相手は、まさにそういう存在のあり方なんだ。私の番、文句はないよね。審判の時が来た。このレッグ、全てを断ち切る。どうやら律者の決意もこの程度のもののようだ。まだ終わってない。炎は消えない。炎はもう一度燃え上がるのみ。
末が来る。結局委員長と四季の律者が守ってくれました。疑似ブラックホールを使い時間を稼ぐ、それはベルトさんが月で使った戦術でしたが、確かに予想外の結果だけど、ただ時間を先延ばしにしてもあなたたちの追い求める道にはならないでしょうね。どうして人類はいつもこんな風に悲しく無駄な苦労をしようとするのでしょう。けど今の結果はそう悪くない。孫子には少し申し訳ないけど、知り合ったばかりの友人には自分たちだけの時間が必要だってそう思わない？あなたは。一緒に戦います。ここの景色をブローニャお姉ちゃんにも見せてあげたいな。コシーンのみんなは元気かな？
界の景色、懐かしい。ここの景色をブローニャお姉ちゃんにも見せてあげたいな。孤児院のみんなは元気かな。この世界の景色、懐かしい。ここの景色をブローニャお姉ちゃんにも見せてあげたいな。ゼレをどこに連れて行く気ですか？
こに連れて行く気ですか？休むべき時に無理をしすぎると健康に悪いわよ。真剣に毎日を過ごす習慣を保ち続けましょう。